be on my way now. You just give me a...皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラーター20です。今回はイタリアはトリノ、0泊2日の弾丸観戦行ってまいりました。さあ、ベルガモはオーリオ・アルセリオ空港に到着。ここからはバスに乗り換え、トリノまで3時間ほどの道のりです。今回も現地観戦映像たっぷりでお届けしますので、よかったら最後まで見てってください。そして皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録が動画制作のモチベーションになります。よかったらぜひぜひお願いいたします。さあ、トリノ着きました。ここからスタジアムまでのアクセスあんまり良くないみたいなので、1時間ぐらいね、トリノの街を見ながら歩いて向かいたいと思います。1時間も歩いて取れ高ゼロ、何にもありませんでした。まあ中心街にはいろいろあるみたいなので、観光されたい方とかは時間に余裕を持って鳥の滞在してみてはいかがでしょうか。と言うとる間にスタジアムにはもう到着しました。周りにはこういった出店がたくさん立ち並んでおります。では早速ね、ゲートの方入っていきたいと思います。次は俺の番や。はい、セキュリティチェック終了しました。他のスタジアムに比べると結構優しいなっていう印象です。中に入ると高級感あふれるエントランスにスーツ姿のスタッフ、おしゃれですね。そしてそこにはビッグクラブならではの歴史の数々が、懐かしい選手の写真たくさんありました。スタジアム内、ゲート間の移動が禁止されてたので見れたのはこの小さいユベントスストアのみ。スタジアムの外には大きいショップあったんでしょうか。ですが食べ物はさすがイタリア、すごい充実します。サンドイッチにポテトにハンバーガーにピッツァ、そしてスイーツまで。ですが私この日胃を患っておりまして、あえなくビール断念でございます。もちろんジャンクフードも食べれないので、こちらのスイーツカンノーロにしました。シリア島発祥のお菓子らしくて、味はですね、これめちゃくちゃ甘っ。はい、ではスタンドの方入っていきましょう。こちらがアリアンツスタジアム。ウェファ主催の大会の際はユベントススタジアムと名称が変更されるようです。収容人数は4万1000人。そしてなんといってもこのスタジアム、スタンドとピッチの距離がめちゃくちゃ近い。最も近い席で 7.5m、 遠い席で 49m しか離れてないみたいです。ということでやってまいりました、今日のお席。今回はですね、ゾーンが D5 列目の20番のシートで観戦いたしました。携帯のカメラを通してこの近さなので、実際にピッチを見てみたらもっと近いです。もう少し後ろの席を取ってもかなりの臨場感味わえると思います。隣の席との間隔もこんな感じで広くて、すごい快適に試合観戦できました。
横の回転はどうじゃ。
quadrado, vai quadrado. É, tá merda. Bella, bella, bella. Mettila bene, Dio. Papà, scusi. E la falta non scusa, ma forse un po' di indietro. Madonna, bravissima, porco Dio. Figa che nervo. Punta, punta. いかがだったでしょうか。今回のスタジアム Vlog in トリノということで、見れない選手何人かいて残念だったんですけども、結果的には多くのゴールも生まれて見どころ満載の試合でした。ものすごくね、雰囲気のある素晴らしいアリアンズスタジアム、皆さんもぜひ一度訪れてみてください。そして僕はね、このまま宿泊はせず、またベルガム空港に戻って朝の便でドイツへ帰りましたと。皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらぜひ高評価、コメントやチャンネル登録などで応援してください。よろしくお願いします。それでは最後はですね、映画マダガスカルのシマウマ、マーティーの大群の中に隠れているユベントスのシマウママスコット、ジェイを探しながらお別れいたしましょう。エアクラーター20でした。ではまた次回。